キロ柏レース三井田26番太田哲郎選手です。おめでとうございます。ありがとうございます。髪の毛は綺麗になりましたでしょうか？はい、もう試合も汚れてはないですけど、ね、綺麗になりました。2試合連続の終了間際での決勝点持ってますね。いや、でもやっぱり最後までチームがゼロで守ってくれたので、最後のチャンスは絶対決めたいと思ってたので、まあ、形になって思います。雨も降って非常に難しいボールだったと思うんですけれども、ご自身ゴールシーンどのように振り返りますか？そうですね、まあ、最初工藤が競って、まあ、なんとなくこぼれてくるなんていう感じがしたんで、まあ、たまたま、まあ、転がってきましたけど、まあ、グラウンドもスリッピーだったし、うまくゴールで決めるということです。そしてリーグ戦7連勝中のガンバ大阪を迎えたわけなんですけれども、今日のポイントはどんなところでしたでしょうか？まあ、やっぱり一番今乗ってるチームなんで、まあ、やっぱりしっかりとした守備から入れたことがやっぱり勝利のポイントだったかと思います。現在リーグ上位5チームに対して柏レイソルホームでは全勝したことになります。まあ、改めて太田選手にとってここ日立時代どんな場所ですか？そうですね、やっぱりサポーターが後押してくれるんで、まあ、ああいう雰囲気になれば、まあ、負ける気はしないようなスタジアムです。次はアウェーでの仙台戦です。一言お聞き込みお願いします。そうですね、まあ、この調子で、まあ、次も、まあ、戦い方はそんな変わらないと思うので、今のままでしっかりチーム一丸となって戦いたいと思います。ありがとうございました。今日のヒーロー太田哲郎選手でした。